アイルランド時間ではアイルランドで使用されている標準時について記す。アイルランドでは夏季にはアイルランド標準時、冬季にはグリニッチ標準時を使用している。アイルランドでは1968年の標準時法によって国の汎用的な時間として年間を通してグリニッチ標準時より1時間を遅らせた時間を採用すると定められた。この法律は当時間として ニ日標準時を制定した改正標準時法1971によって改正された。よって、冬季は時刻を標準時より1時間遅らせ、夏季は標準時に戻ることとなった。これは他の欧州連合加盟国のとは異なっている。ただし結果的には夏時間制と同じである。夏時間への移行と冬時間への移行はヨーロッパ内で同時に行われる。 アイルランドでは、当時間は10月の最終日曜日2時イストから始まり、3月の最後日曜日1時 GMT で終了する。下記の表は、アイルランドの標準時、またはアイルランドの夏時間の過去及び今後の開始日及び終了日を示している。アイルランド時刻法1916-1858年のカーティス・ v マーチによる裁判によって、 クレートブリテン及びアイルランド連合王国の法定時は、それぞれの地域の地方平均時と定義され、これは1880年まで続いた。1880年の時刻法では、アイルランドの法定時として、ダブリン平均時を定義した。これは、ダブリン郊外のダンシンク天文台の平均時で、グリニッジ標準時より約25分21秒遅れており、 これはイギリスの法定時と同じ法律によって定義されている。イースター法規の後、アイルランドとイギリスの時差は電信通信において不都合であることが判明し、1916年の時刻法によってアイルランドの時間は1916年10月1日午前2時からイギリスと同じ時間帯となった。夏時間は1916年5月に第一時。 世界大戦中の一時的なエネルギー節約のために、イギリス全土で導入され、ダブリン時間からグリニッジ標準時への切り替えは、夏時間から冬時間への切り替えと同時に行われた。ジョン・ディロンは、アイルランド議会等の議論なしに導入された、アイルランド自国法案の第一読会に反対した。彼はまた、我々が奇妙な国に来ているということを私に思い出させると発言した。 ティム・ヒーリーは夏時間法案は国民に昼間の長さをもたらしたが、それと同時にこの法案は国民に夜の闇の長さももたらしたとして第二読解に反対した。1922年にアイルランド自由国が独立した後、アイルランドはイギリスを模倣して発展したため、標準時においてもイギリスと同じ時間帯となった。 これにより北アイルランドとの間に時差が発生することが回避された。夏時間は1923年と1924年の法律、そして1925年の夏時間法によって継続的に実施された。1925年の法律では夏時間の期間が定められた。ただしこれは省令によって変更される可能性がある。 20夏時間導入も検討されたが、第二次世界大戦の非常事態の際には導入されなかった。1968年から標準時が通年採用され、当時間への変更はなかった。これはアイルランドの1973年の欧州経済共同体への加盟に向けた試みであり、1971年に中止された。その年、アイルランド時間は、 中央ヨーロッパ夏時間を採用したイタリアの家計を除いて6つの EEC 諸国と同じとなった。1980年代から冬と夏の時間の切り替えの日付は EU 全体で統一されている。アイルランドの標準時変更について2011年11月のウラクタスの両院共同委員会によって議論されたが政府は変更を予定していないと述べた。 2012年11月、トミー・ブロー案は、標準時を現行より1時間進め、当期に中央ヨーロッパ時間、夏季に中央ヨーロッパ夏時間採用することを3年間の施行を許可する議員提出法案を提出した。ホーム、平等大臣のアラン・シャッターはこの法案の審議を、両院共同委員会に委ねることとし、イギリスの議会を諮問することを提案。 その後合意したためこの法案の第二読解は2013年7月5日に延期された。2014年7月、両院共同委員会は法案提出のための招致書を発行した。アイリッシュパブでは夏季に閉店時間を30分遅らせて営業していたが、2000年には夏冬の時間の変化を取り除くことによって閉店時間が数年同じになった。 1933年から1961年の間、夏季には、点灯時間は、日の入りの1時間前から、日の出の1時間前までとなっており、冬季と30分差があった。1961年以降、通年で、点灯時間は日の入り30分前から、日の出30分前となった。また、夜間飛行の定義の変更が1967年になされた。 TZ データベースのゾーンタブにはアイルランドの標準字が一つ含まれている。ありがとうございます。